前回前々回と Fire TV スティックを使ったゲームの遊び方を紹介してきました。で、今回はですね、早送りや巻き戻しといった、まあ、便利な機能、その他ですね、まあ、チート機能をねちょっと紹介したいと思います。まあ、チート機能というとね、いきなり無敵にしたり、まあ、ドラクエなんかをねスタート直後からねお金をマックスに持っていたりと、まあ、そういったねデータを自由に変えることができるんですね。で、今回の内容というのは、まあ、レトロアーチを使う、まあ、パソコンであったりスマホであったり中華ゲーム機なんかでもね応用が効きますのでね、ぜひ今回の内容をね自分のゲーム機でねぜひ実践してみてください。はい、ではね早速スタートしていきたいと思います。シューティングゲームなんかでやられてしまってね、あーセーブしとけばよかったってことはありますよね。まあ、そんな時にこの機能なら大丈夫。やられてしまっても巻き戻しにね設定していたボタンを押してやるだけで、このね巻き戻しボタンを押してやると、分かりますか、ビデオを巻き戻すかのようにやられる前に時間を巻き戻すことができるんです。で、そこでね巻き戻しボタンを離してやると、そこからいつでもプレイを再開できます。はい、で、この機能が便利なのは、あのセーブをしなくてもねいつでも使えるんですよね。はい、ということで、まあ、この機能を使ってやればね、無事に簡単に、敵をね倒すことができるんです。はい、それではね、設定画面の入力、こちらに合わせて決定ボタンを押します。はい、次にねホットキーに合わせて決定ボタンを押します。はい、でね下の方に、早送り切り替えと書いたところがありますので、早送り保持ですね、はい、こちらをね決定ボタンを押して早送りボタンを決定します。はい、でそのね、下の方に巻き戻しと書いたところがあるので、こちらもね自分の好きなボタンを設定しておきます。ただこれだけではね使えないんですね。で、ちょっと2つほど戻ってもらいまして、入力のね項目の2つ下にフレーム制御と書いたところがありますよね、こちらで決定ボタンを押します。はい、そしてね巻き戻しと書いたところがありますので、もう一度ここで決定ボタンを押します。するとね巻き戻しを有効と書いてあるところがオフになってますので、十字ボタンの右奥ね押してこれをオンにします。はい、でねそうしましたら項目が出てきますよね。で、2つ下に巻き戻しバッファサイズというのがあるので、十字キーの右を押してね、これをちょっとね数を増やしておきます。100ぐらいまでねすれば OK です。はい、これでね準備完了になりました。ではねちょっとゲームで試してみたいと思います。はい、これねスーパーマリオなんですけども、先ほどのね、巻き戻し機能が機能するかどうか、試してみたいと思います。はい、それではね、これ、ちょっと穴に落ちて死んでしまったとします。で、すぐに巻き戻しボタンを押します。そうするとね残機を減らすことなくですねやられる前に戻すことができました。はい、これセーブやロードね使わなくてもこのようにね、前の状態に戻すことができます。はい、次クリボーに触れてしまっても、はい、またね巻き戻しボタンを押すと、はい、ね、こうクリボーに触れる前の状態に戻すことができました。はい、ではねもう一回これ穴に落ちてみましょう。はい、巻き戻しボタンを押すと、はい、このように、ね、落ちる前の状態に戻すことができました。はい、ではねこの Google 画面でスーパーファミコングラディウス3チートというのを検索してみます。そうするとねこれネット上にいろんなねサイトが出てくるんですよね。ではこの中からね一つちょっとクリックしてみます。はい、そうすると、はい、出てきましたね。なんかいろんなねゲームが並んでるんですけども、まあ、この中から、グラディウス3というところをねクリックしてみます。はい、そうすると、まあ、無敵だったりねクレジットが減らないとか、まあ、いろんなね、ことができるチートがね並んでます。ではねこれを、このね Fire TV スティックでね使えるようにするにはどうしたらいいか、ちょっとやっていきたいと思いますが、これね Fire Stick TV だけじゃなしにパソコンでも中華ゲーム機でもスマホ版でもねできますのでね覚えておいてください。でねこれ、この無敵コードのねこれ意味はどういった意味なのかというと、この 00D81というアドレスに、ね、ある数字を、まあ、80に書き換えてやると、まあ、無敵になりますよっていうことなんですよね。まあ、ではこれをね Fire TV スティックに反映させるのはねどうすればいいか、はい、これデスクトップ画面で、これ右クリックを押して新規作成でね、テキストファイルをね新規作成します。はい、でこのようにテキストファイルにね、中に書き込んでいくわけなんですけども、はい、これをねクリックします。でねこのチートコードってね書式があるんですよね。
はい、でその、まあ、書式というのはね、まあ、どういった感じなものなのかというとこちらになります。はい、この数字の1というのはね、まあ、1個目のチートですよっていうこと、そして説明文、そしてコード、そして、チートをね最初からオンにするかオフにするかといったこういったね、文章が、まあ、チートのね、書式になります。で、貼り付けやすいようにこのねチートのホームページとテキストファイル、はい、これをね、2つ並べて表示させます。はい、ではね、この書式に今からね無敵のチートコードを貼り付けていきたいと思います。ではこのね説明文、コード、はい、このあたりをね、今からね貼り付けていきます。では、まずね無敵のコード、無敵のね、コードだというのがね分かるように、はい、こちらのね説明文に、まあ、無敵と書いておきますね。はい、まあ、これはもう自分でね分かりやすい名前にしてください。でここのね、無敵というねこのチートコードをねコピペします。はい、右クリックコピー、そして、はい、コードと書いたところにここに貼り付けます。はい、これで完成です。めっちゃ簡単でしょ。はい、で、チートコードいっぱいねありますので、もっとねいろんなチートを増やしていきたいと思います。はい、ね、いろんなチートがありますので他何にしましょうかね。あ、残機を99機にする、これをやってみましょうかね。ではこの上のねチートをちょっとコピペします。下にね貼り付けます。はい、でここに今度ねまた増やしていきましょうね。はい、でここのね数字を0だったものをね1にしておきます。はい、でこのね無敵と書いてあるものを残機を99にねするので残機99と書きますね。はい、ではこのコードをねまたコピペしまして、はい、コピーしてここに貼り付けます。はい、そしてね今度ねこれ2つ目ですので、はい、上のねチートの数を、はい、2つですよということでね2に書き換えます。はい、これで完成ですよね。でチートコードにねまだまだいっぱいありますのでちょっとね、他にもチートコードをねちょっと、あ、これアーケードモードをね選択可能にしよう、しましょうかね。またこれをコピーしまして、はい、ちょっと下にね貼り付けておきます。3つ目ですね。はい、で上の数字が1だったので今度2番にねちょっと増やしておきます。でこのねチート名を、はい、アーケードモードをね選択できるようにということで選択かと、可能と、しておきましょうかね。はい、であとコードを今度また貼り付けます。はい、これをねコピーして、でそしてねここに貼り付けます。でこれ3つ目ですので、これね上のチートの数というのを、はい、これをね3にしておきます。はい、3つ目のねチート完成しました。ではねもうちょっと増やしてみましょうかね。はい、はい、オプションハンター出現しない、これも増やしてみましょうかね。ではまたねこれを、はい、コピーして下に貼り付けます。はい、ではね、この数字をね、さっき2だったのでこれを3に書き換えます。はい、でねこの、タイトルをね分かりやすいように、まあ、はい、分かりやすい名前をねつけておきます。はい、では今度ねコードをコピーして、はい、そして貼り付けます。で4つ目なんで、はい、上のね数字チートの数というのを4に変えます。はい、で4つ目完了しました。で今までねチートのがね全部1行だったんですけども、あのチートコードにはねこういった複数行のチートってものもあるんですよね。はい、ではね今度最後に複数行のねチートをね、ちょっと、貼り付けてみたいと思います。どれにしようかなと。あ、コナミのパワーアップコマンド無制限、これ4行ですのでこれをちょっと貼り付けてみたいと思います。はい、ではね、この4つ目のこのチートコードを、まあ、コピーします。はい、でこれをねコピーして、はい、そして下に貼り付けます。でこのね数字が上が3でしたので1個増やして、はい、これをね4にします。はい、でこのねチートの名前はパワーアップコマンド無制限ですので、ね、分かりやすいように、はい、日本語で、ね、名前をつけます。はい、コマンド無制限というふうにします。はい、でこれね、このコードの貼り付けなんですけども、まず最初のコードは、まあ、普通に貼り付けます。はい、で実は2個目はですねこれプラスというね、文字を入れて、で今度2個目を貼り付けます。はい、
このような感じでね、はい、で今度またプラスというね文字を入力して、はい、今度また3つ目のチートを貼り付けます。はい、ということでこのように複数行のねチートというのはこのプラス、はい、これをね入力して貼り付けるといいんですよね。はい、あちょっとメモ帳が狭くて改行しちゃいましたね。ちょっとメモ帳を広くしまして、今ね3つ目まで貼り付けましたので、はい、今度4つ目をコピーして、はい、そしてねプラスを入力してまた貼り付けます。はい、まあ、といった感じでこのようにね、はい、コードがね複数行にわたっている場合は、横にねプラスを入力してこのように、続けていけば OK というふうになります。はい、でねこれ5つ目ですので、このチートのね、数を5に変えます。はい、ということでね、一応完成しました。はい、まあ、このようにね、まあ、自分の好きなチートをね、好きなように、追加することができます。で、保存しておきたいと思いますので、これをね、名前を、自分のね、ちょっと分かりやすいようなチートの名前にします。はい、で拡張子なんですけども、半角でね、CHT と入力します。で拡張子を変えるとこのようにね使えなくなる可能性がありますと出ますけどね、はいと選択します。はい、でこのね CHT ファイルをねすぐにメモ帳で開けるようにこれ右クリックを押しまして、プロパティ、そしてプログラムのね変更を押してメモ帳にね関連付けておきます。はい、でこれメモ帳に関連付けておきますと、まあ、クリックするとね簡単にメモ帳がね、起動しますのでね、便利に使えると思います。はい、クリックすると、はい、このようにねメモ帳がねすぐに開くようになります。ではねこれを、USB メモリのね中に、保存したいと思います。はい、このようにねパソコンに接続しまして、はい、そしてね、このね USB メモリの中に、チートフォルダをね作ります。でそしてそのチートフォルダの中に、まあ、ゲーム機の、ね、フォルダを、ね、作ります。スーパーファミコンの、ね、ゲームですので SFC という名前にします。はい、まあね、フォルダ名は、ね、ご自身で好きな名前を使っても全く、構いません。はい、でその中にこの、ね、チートファイルを入れます。はい、そしたら、ね、USB メモリを取り外して、Fire TV スティックに、ね、接続して Fire TV スティックの方から、ね、設定をしていきたいと思います。ではアプリの、ね、レトロアーチを起動しまして、はい、で設定画面の中に、ディレクトリーという項目が、ね、ありますので、この、ね、設定画面のディレクトリーに合わせまして、はい、決定ボタンを押します。はい、そして、下の方にねチートファイルと書いた項目がありますので、こちらで決定ボタンで親ディレクトリに合わせて決定ボタンを押します。でもう一回決定ボタンを押します。はい、でもう一回決定ボタンを押します。もう一回決定ボタンを押します。はい、そうしますとね4文字-4文字の文字列が出ますよね。はい、これが USB メモリですので、こちらに合わせて決定ボタンを押します。はい、そうしましたら先ほど作ったチートフォルダがありましたね。はい、ではここに合わせて決定ボタンを押します。はい、でこのフォルダを使用に合わせて決定ボタンを押します。はい、ということでねチートファイルに、先このね USB メモリの中に作った、チートフォルダがね設定できました。はい、チートファイルをね作って、そして USB メモリに入れて、そしてフォルダをね設定してということで、ようやくね遊ぶところまで来ました。ではね早速ゲームをねダウンロードして、遊んでみたいと思います。はい、でまずね、コンテンツをロード、そして、ダウンロードにね登録してありますよね。フォルダがロムフォルダが登録してあれば、このダウンロードフォルダから、はい、SFC フォルダを開いて、そしてねゲームを選択します。はい、でグラディウス3をね、起動します。エミュレーターを選択して、はい、でチートの使い方なんですけども、まずはですね、セレクトプラススタートを押してメニュー画面を出します。クイック画面ですよね。はい、ではねちょっとスタートプラスセレクトを押してねクイックメニューにしまして、で下の方にですね、チートというのがね画面項目があると思いますので、チートありましたね。はい、これに合わせて決定ボタンを押します。はい、そうすると上から2つ目にチートファイルをロードとありますので、こちらで決定ボタンを押します。
はい、するとね、先ほど作った SFC というねフォルダがありますので、こちらに合わせて決定ボタンを押します。はい、すると ありましたね、先ほど作ったチートファイルの、ね、チートファイルがありましたので、こちらに合わせて決定ボタンを押します。ではね、ちょっとね画面をねスクロールして下の方を見てみたいと思います。するとですね、わかりますかね、無敵ありますね。はい、そして残機99、そしてアーケードモードを選択可能、そしてオプションハンターなし、そしてコマンド無制限と先ほど作ったチートが並んでます。でこれをねオフになってますので、オンにしたいと思います。どうやるかというと、これ十字キーの右ボタンを押します。そうするとオンになりましたよね。はい、では次、残機99をオンにします。十字キーの右を押しますとオンになりました。はい、ではね、このアーケードモードを選択可能にするのもオンにします。十字キーの右を押してオンにします。はい、ではね、オプションハンターなしのチートも十字キーの、ね、右を押してオンにします。はい、ではね、コマンド無制限、はい、こちらもね、十字ボタンの右を押してオンにします。でこれ全部オンになったので、これで使えるかと思いきや、もう一つ作業があるんです。このオンにするだけでは機能しないんです。何をしないといけないかというと、この上の方にねチート変更点を適用とありますよね。でここに合わせて決定ボタンを押す。これをしないとチートが適用になりません。では、ここに合わせて決定ボタンを押したいと思います。はい、そうするとチートの変更点を適用と出ますよね。はい、これでようやくチートが使えるようになりました。ではね、ちょっと戻るボタンを押して、はい、クイックメニューに戻ってから、ちょっと一度ね再起動したいと思います。はい、再起動を押しまして、はい、そしてねゲームをプレイしてみたいと思います。で、その前にですね、ちょっとねオプションモード、こちらをね選択してみたいと思います。はい、下にオプションがありますので、こちらでアーケードモードが選択できるかどうか。先ほどねチートでアーケードモードがね選択できるようにしてましたので、ありましたね。はい、これチートがね使わないとなかなかこれ選択できないんですけども、アーケードモードがね選択できましたので、このアーケードモードに合わせてねスタートしたいと思います。さて、チート無敵がね適用されてるんでしょうか。なんか残機が山のようにありますよね。残機99と設定してありますので、はい、まずね残機のチートはうまくいきましたね。はい、無敵になってますね。はい、それではですね、ちょっと一旦これポーズを押しまして、このコマンドですよね、上下上上下下左右左右押しまして、このコナミコマンドもね無事適用できました。はい、ということで、まあね、このチート、無事にねうまくいきました。はい、ちょっとねプレイしてみますけど、これアーケードモードなんでめちゃめちゃ敵の攻撃が激しいんですよね。もうとてもじゃないけど無敵使わないと無理です、僕の腕では。はい、という感じでね、このようにこのねグラディウスもノーマルモードだったらね僕もね1面2面とかねクリアできるんですけど、まあ、このアーケードモードはねもうとてもじゃないけどもうこの無敵を使わないとねクリアできません。はい、という感じでね、このようにチートを使ってみましたけども、いかがだったでしょうか。わかりましたかね、使い方っていうのはね。はい、もうフォルダ設定の方はね一度設定すればねもう二度と設定する必要はありませんのでね、もうこのように遊ぶときにチートファイルを、ね、呼び出してやって、あとは、ね自分の使いたいチートを、ね、オンにしてやる、そしてチートコードの適用をしてやる、まあ、そうすることによってこのように、ね、チートが使えるようになるわけなんですね。はい、でですね、早送りの、ね、ボタンも、ね、設定しましたよね。でこのグラディウスってね、このタイトル画面で放置するとデモ画面になりますよね。はい、でこのデモ画面でちょっと早送りボタンを、ね、押してみたいと思います。はい、この、ね、デモ画面が起動しましたので、はい、早送りボタンを、ね、ちょっと押してみたいと思います。わかりますかね、画面が早送りになってますよね。まあ、これが、まあ、早送りボタンの効果になります。はい、で巻き戻しボタンを押すとこういったデモ画面でも、ね、巻き戻すことができるんです。はい、
という感じでね、まあ、ちょっと早送りと巻き戻しのボタンをね、ちょっと、ここで試してみました。はい、ということで、今度はね、ファミコンのドラゴンクエスト、こちらのチートをね、ちょっと試してみたいと思います。はい、それではね、空のテキストドキュメントをね、作りますので、デスクトップ上でね、右クリックをしまして、新規作成、そしてテキストドキュメントをね、選択します。はい、そうすると空のね、テキストドキュメントがね、作られますので、まあ、これをクリックして、はい、この中にね、このチートをね、書き込んでいきたいと思います。はい、で、チートのね、この標準のね、様式というのがありますよね。はい、でこちらにね、テキストドキュメントの、ね、チートを貼り付けていきたいと思います。で、分かりやすいようにこのようにね、ホームページと、このテキストドキュメントをね、並べてみました。はい、で最初上にあります、鍵の数ですかね、はい、これをね、まず入力していきたいと思います。はい、で、先ほどのね、グラディウスと同じようにここに説明文を書きます。では鍵の数というのをね、入力します。ではね、チートコードをね、貼り付けていきますね。はい、これをコピーして、はい、でここにね、貼り付けます。はい、でですね、これ XX とね、書いてあるんで、このまま貼り付けたんですけど、実はこれ XX とね、入力するんじゃないんですよ。各自でここにね、自分の好きな数字を入力してくださいねっていうことなんですね、これは。はい、なんですけど、注意点があって、これはね、普段僕らが使っている10進数ではなくて16進数で数字を入れる必要があるんです。はい、でもね、16進数ってね、どうやって入力したらいいのかわからないという方のために、実はこのね、 Windows についている電卓アプリありますよね。あれで簡単に調べることができるんです。では Windows に、ね、ついている電卓を起動します。はい、これがね、 Windows についている電卓なんですけども、この電卓の左上の方にね、なんか3本線がありますよね。この3本線を、クリックしてやります。はい、でこれをね、クリックするとなんか文字がいっぱい出てきましたよね。でここにプログラマーと書いてあるので、こちらをね、プログラマーをクリックします。はい、そうすると、はい、ちょっと先ほどと比べて画面が変わりましたよね。はい、でここ DEC とかね、なんか HX とかなんか書いてありますけども、はい、これがね、16進数で、 DEC というのがね、10進数になります。はい、ということで、ではね、ここの DEC というところをね、ちょんとクリックして、青色のね、マークがついてますよね。はい、これが今ね、10進数ということになります。はい、で、ドラクエのね、この鍵の数をね、77個にしてみたいと思います。はい、ということで、この電卓のね、数字を、マウスでね、クリックします。77と入力します。はい、そうすると上のね、はい、10進数では77なんですけども、16進数この HX では 4D ですよっていうふうに出てますよね。はい、つまり、このね、10進数の77を16進数でね、入力するには 4D と入力すればいいということは、この電卓を使って簡単に分かることができます。はい、それでは鍵の数をね、77個にしたかったら、ここをね、16進数で 4D と入力すればいいというのが分かりましたので、半角でね、 4D と入力してやります。はい、これでチートがね、まず完成しました。で、チートコードはね、いっぱいありますので、他にもね、作っていきたいと思います。薬草の数ですね、はい、こちらをね、入力していきたいと思います。なので、この上のチートをね、コピーして、はい、そしてね、下にね、貼り付けてやります。そして、このね、数字上が0になってましたので、1個増やしてね、1にしてやります。はい、はい、そしてね、この、チートコード名をね、はい、薬草の数としてやります。はい、それではね、今度チートのね、コードを貼り付けます。はい、はい、で XX となってますので、これもね、電卓で自分でね、調べてもいいんですけども、もう最大値にしたい場合は、半角のね、英数字で FF と入力してやれば、最大値になります。はい、そしてここをね、2つ目のチートですので2と入力してやります。3つ目のチートをね、入力していきたいと思います。
はい、最大ヒットポイントですね、こちらをね、入力していきたいと思います。はい、それではね、またね、チートをね、コピーしていきたいと思います。はい、コピーして、そしてね、下に貼り付けます。はい、そしてね、最大ヒットポイントをね、変えたいんですけど、その前にここの数字をね、1つ増やして2にしておきます。このね、チートコード名、はい、これをね、最大ヒットポイントというふうにします。はい、でコードをね、貼り付けて、コピーして、はい、コードをね、コピーしてここに貼り付けます。はい、でこれもね、最大値、最大値にしたい場合は16進数でね、 FF と入力してあります。でコードをね、3つ目ですので、はい、ここを3にこう、書き換えてますね。はい、ではね、今度最大マジックポイント、こちらもね、はい、追加していきたいと思います。はい、まずね、貼り付けまして、はい、ここをね、最大 MP にします。はいはい、そしてね、チートコードを貼り付けます。このね、XX というのを FF に書き換えます。はい、でここのね、数字、はい、これ上が2ですので1個増やして、はい、こちらをね、3にしておきます。はい、で全部で4つのね、チートになりましたので、このね、チートの数を4に変更します。はい、という感じで、右に書いてある項目をね、同じ要領でね、どんどん追加していきます。はい、はい、ということで、左の表からね、いろんな項目をね、追加してきました。あと足りないのは所持金ですかね。ちょっとでは、ちょっと所持金もね、追加していきたいと思います。これをね、コピーしまして、貼り付けます。はい、そしてね、はい、こちらをね、9だったので1つ増やして10にします。はい、そしてね、チートコード名、まあ、分かりやすいようにね、はい、所持金としておきましょうかね。はい、はい、でこのね、所持金のチートコードはね、2行に、なってますので、はい、まずね、1個目貼り付けます。はい、でマックスにね、しますので FF と入力します。はい、で2個目のチートコードコピーして、はい、プラスの場所がちょっと違いますね。はい、このね、点々の手前につけます。はい、そして、2つ目のチートコードを貼り付けます。で XX と書いたところは FF と直します。はい、ということでね、そしてこのチートコード、全部でね、10、11個ですので11と直します。はい、それではね、ずいぶん、もうチートね、入力しましたので、一旦ここでね、終了して、ファイル名をね、つけていきたいと思います。まあ、分かりやすいね、名前で、何でもいいと思いますが、今回はドラクエチートとして、拡張子はね、半角で CHT とします。はい、変更しますか。はい、押します。はい、ではね、 USB メモリにこれをコピーしたいと思います。USB メモリをね、パソコンに接続しまして、はい、先ほど作ったチートフォルダがありますよね。はい、でこの中にまたね、フォルダを作っていきます。ファミコンですので、ファミリーコンピューターの FC というね、フォルダを作りたいと思います。でこの FC というフォルダの中に、先ほどね、作った、ドラクエチートのね、ファイルをコピーします。はい、コピーが終わりました。ではね、この USB メモリをまた、Fire TV スティックに戻して、遊んでみたいと思います。はい、それではね、レトロアーチを起動します。はい、ではね、まずドラクエをね、ロードしましょうかね。コンテンツをロード。はい、そしてちょっとね、古いやり方で、ディレクトリを選択して、ファミコンフォルダから、ドラクエをね、起動します。はい、そしてね、エミュレーターを選択します。はい、ドラクエが起動しましたね。はい、でここでクイックメニュー画面に行きます。セレクトプラススタートの同時押ししますね。はい、でこのセレクトとね、スタートの同時押しをしますと、このクイックメニューが出ますので、下の方にね、チートと呼ばれる項目がありますので、こちらまで、選択します。
ありましたね、はい、ではここで決定ボタンをします。はい、すると上から2つ目にチートファイルをロードとありますので、こちらで決定ボタンをします。はい、次ねファミコンフォルダの中にある、はい、ドラクエチート、はい、こちらで決定ボタンを押します。はい、で決定ボタンを押しますと下の方行きますとね、はい、はい、ロードされたチートファイルがありますね。あ、鍵の数を77に増やしたものやら、薬草の数をマックスにしたり、ヒットポイントだったりね、こういった、チートコードが表示されてますよね。で全部オフになってますので、ではこれをね、で全部オンに、ね、していきましょうかね。まあ、あの自分の好きなものだけオンにすればいいと思います。では十字キーの右を押してオンにします。ではね、薬草もね十字キーの右を押してオンにします。はい、じゃあ最大ヒットポイントのチートも右を押してオンにします。はい、という感じで、もうね全部一つずつね、オンにしていきます。ね、守備力、素早さ、ね、力、ヒットポイントMP、はい、全部オンにします。はい、全部オンになりましたけども、実はこれだけでは、ダメなんですね。最後にこれ全部オンにした後にですね、上にあります、はい、チートの変更点を適用、ここで決定ボタンを押さないとチートが反映されません。ではここでね、決定ボタンを押します。はい、すると変更を適用中と出ますね。はい、ではちょっとね戻るボタンを押して、ちょっと一つ前に戻ります。そして一回ね再起動しましょうかね。はい、ではねこちらで決定ボタンを押します。はい、ではね、早速チートが変更になっているかどうか、見てみたいと思います。名前を適当にねちょっとつけまして、でここでですねちょっと早送りしましょうかね。先ほど、チートでね適用しました、チートじゃないや、コントローラー設定しました、早送りで、はい、この辺はねちょっと進めていきます。はい、すると分かりますかね、ヒットポイント MP ゴールドがねマックスになっているのが分かるかと思います。はい、無事にねチート適用されましたね。はい、ではね道具見てみましょうかね。はい、薬草はマックスですし、鍵77個に設定しましたよね。電卓で77のね16進数を調べました。はい、無事にね鍵も77になってます、なりましたね。はい、では強さを見てみましょうかね。はい、強さを見てみます。はい、強さ、はい、全てねマックスになりましたね。はい、ということで、チートがね無事適用されました。はい、ということで、まあ、今回はね、スーパーミの、グラディウス3とねファミコンのドラクエ1のチートをねやってきました。でいろんなゲームでねありますチート、今回の要領でねやれば、ね、簡単にね変更できますので、はい、皆さんもねこのちょっとチートをね、試してみてください。はい、でこれはね何回も言いましたように、ね、パソコンでもスマホのね、レトロアーチでも、はい、中華ゲーム機の、ね、レトロアーチでも、ね、応用が効きます。で今回ねテキストファイルの変更とね、そしてマイクロ SD にの書き込みなんで、これはっきり言ってスマホでもできちゃうんですよね。はい、まあ、スマホにね、USB のねこのマイクロ SD を、まあ、接続しまして、はい、あとはねこのスマホでもね、貼り付けコピーができますのでね、はい、やってみてください。はい、で今回ね使用したチートのねテキストデータは概要欄に貼り付けておきますので、もうね概要欄からコピペして貼り付ければ簡単にね使用できるようにしておきます。はい、でまたね自分の好きなチートをね、追加したり削除したりねして、ちょっといろいろやってみてください。はい、ということで、まあ、今回はね、3回にわたってこのファイナーはい、ということで今回はね3回にわたって、まあ、Fire TV Stick の、まあ、ゲームの遊び方やね、いろんなね機能の使い方なんかを、まあ、説明してきましたけども、まあ、レトロアーチってね本当奥が深いんでね、はい、これをねきっかけに、まあ、いろんなゲームにね、ちょっとね触れてもらえると嬉しいかなと思います。まあ、やはりね、どうしてもがっつりやろうとすると中華ゲーム機がね一番便利かなとは思いますけどね、まあ、これこの Fire TV Stick がねちょっとゲームの入り口になってくれれば、まあ、嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで今回はね以上で動画終了となります。ありがとうございました。